水着 OK ですかダメですかっていう感じで、私も一回だけ22歳の時に出した写真集で水着着てますけど、うん、それ以来では着てないですね。それなぜかというと、三石琴乃さんが昔出したエッセイにプールで水着だったんですよ。それにちょっと憧れて、私も一回だけ水着っていうのをしました、うん、やってみてどうだったんですか？あ、綺麗に撮ってもらいました。今の方が補正効くからなって思います。いらんでしょうね、のいやいやいや、当時だって髪だしてさ、はい、普通の写真と水着の写真ってやっぱり意識とかイメージとか違うもんですか？もっと勉強すればよかったなとは思ったけど、ポージングとかもよく分かんなくて、カメラマンさんの言う通りにお腹へこませてみたいな感じで、あと胸って寄せるのすっごい大変で、アニマ作るのって、あの下って昔だったらガムテープでめちゃくちゃ胸を止めるんですよ。私の時は髪の胸用のテープみたいのがあって、ガチガチに寄せて撮りましたね。